今日の神社は、愛戸橋姫神社、です。知る人ぞ知るちょっとマニアックな神社です。伊勢神宮の内宮の宇治橋から、徒歩5分くらいのところにあり、宇治橋の直線上に向き合っています。伊勢神宮は20年に一度の式年遷宮で、125社をすべて建て替えるのですが、その125社の中で一番最初に建て替えるのが、この、愛戸橋姫神社です。御祭神は、宇治橋を守護する女神様です。愛戸、とは、内宮の空域四方の境に、悪しき者が入ってこないよう、防ぎを祭りする土地のことです。宇治橋の起源がわからないように、この、愛戸橋姫神社の起源もよくわかっていません。かつて宇治橋がなかった頃は、船で渡ったり、今では考えられませんが、五十鈴川の流れの緩い時に、みそぎをしながら渡っていたそうです。宇治橋が架けられた時に、愛戸橋姫神社も創建されたと思われます。正確にはわかりませんが、鎌倉か室町時代かな。ちなみに、現在式年遷宮で宇治橋も20年に一度建て替えられますが、建て替えてる途中はどうやって渡るかご存知ですか？実は宇治橋の隣に狩橋がかかり、そこから渡れるようになっています。今回はここまでです。ぜひ伊勢へ行った時は、愛戸橋姫神社もご参拝ください。